はい、どうぞ。誰から読みますか。はい、大きい声でね。学習発表会にははるかちゃんとはなちゃんと私、じゃんけんぽんを当たりました。ドキドキしました。お父さんも練習 しました。アナちゃんとはるかちゃんはとても上手 でした。すごく楽しかったです。すごいね。あの見てあげたけど、こう多分心臓こんなところまで来てるんじゃないかと思うんですけど、一生懸命できた ね。はい、よろしく。学習発表会、松尾花、後ろ発表をしました。じゃんけんぽんの後ろ発表をしました。花とはるかちゃんはどうして緊張をしたのかを話しました。お家でもママとパパとベン君と練習をしました。アメリちゃんと一緒にやって終わってよかったです。ママとパパはずっといて嬉しかったです。はるかちゃんと一緒に緊張して、私は緊張したのはみんながじーっと見てだから緊張したのです。私はドキドキしたけれど頑張ってすごく楽しかったです。先週書いて今週という状況なので、ちょっとあれですが、とってもいい方とかね。はい、じゃあ席についてください。よろしくお願いします。